とことんやりこむ、どうも、なおじんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではいきますね。今日は新しいところ行ってみます。巨大女王壁、この風の吹きすさぶ山頂で、シークレットの場所を見つけて入れるようになりました。そのシークレットの場所、毎回あるわけじゃないっぽいね。俺もたまたまあったんだけども、まあ結構ダンジョンの最後の方でありますので、まあ探してみてください。まあとにかく行きましょう。まあリロールが3回のプラス14、行きます。よし、では行こうか。まあシークレットは大体短いので、さあ、おー、終わるでしょうって、おいおい、回転付きか、ちょっと待って、おいおい、いきなりやられた。最初にいきなりやられたわ。回転付きかよ。おお、敵がどしどし落ちていく。あ、なるほどね、こういう戦い方もあるんだな。え、前哨基地のなんかを、場所を特定しよう。おお、これ先の方でしょ。まあいいや。まあね、この風っていうのがね、ちょっとネックなところだな。うん、まあこの山のダンジョンは全部そうなんだけども、それを逆手に取るっていうのはなかなか面白いかもしれない。おお、なんかめちゃくちゃ来たぞ。ちょっと待って、シークレット、危ない、シークレット2のチェスト6か。なかなかいっぱいあるね。シークレットがあるってのは嬉しい。まあちょっと探しながら行きましょう。ここはね、なんか新しい武器も出るっぽいので、まあ、宝箱からね、そういうのが落ちてくれれば嬉しいかな。うん、新しい武器の性能とかもね、ちょっと見てみたいんだよな。スキルもね、増えたしね。これでアポカリプスクラスの、まあ、20とか19あたりをさ、攻略できる装備ができればいいけど、難しいだろうな。でも何回やってもあれ鬼畜だもん。どうしてもクリアできない。いいところまでね、行く時もあるんだけど、要するにたまーにだもん。この奥にもなんかある。奥行ってみよう。あれはもう、あ、ちょっと待って、なんかコケかなんかついてない？あ、違うか、味方回復か。炎の道、このレベルの炎の道はだいぶ痛いからね、要注意。お前ら、お、なんか来た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 よ。チルゲイルナイフ、新武器のユニークが出たね。いいよいいよ。ここはバトルスタッフが出るんだな。何もなし、行きましょう。で、あ、ここか。はいはい。おお、強制戦闘。いやー、ここはさ、デイリーミッション来たら絶対きついよね。デイリーミッション、あ、でももうデイリーミッションもあれか、難易度を選べるようになったからいけるわ。ちょっと前までね、デイリーミッションとかイベント系は難易度選べなかったからね。難しかった、あれはさすがに無理だったもん。さすがに無理だわ。はい、オッケー。そろそろか。あ、今から基地か。まあまあとりあえず行きます。結構長めだね。あ、ここすごい、あのね、トロッコが TNT を運んでる。え、これ爆発するんじゃない、これ。あ、爆発する、爆発する。なんか面白いね、ここ TNT 運んでる。お、これ俺近づけば爆発するの。あ、多分爆発するんじゃない。おいおいおい、びっくりした。だよね。え、これは敵は、あ、いた、最後か。まだ
すごい、爆弾運んでるトロッコがある。これ今までで初めてだわ。おお、はいはいはい、あー危ない、トロッコの動きには要注意。やばやば、死ぬ死ぬ死ぬ、危ねえ、爆発する爆発する、やばいやばいやばい、爆発するよ。あ、でもこれ爆発がなかなか難しい。うまいこと敵に向けて爆発させようと思うけど、なかなか、あー、そうはいかないね。むず、なんか最後の最後めちゃくちゃ長いな。いや、これ最後かどうかもわかんない。なんかすごいここね、複雑で長い。もういろいろとやることがあって、オッケーオッケー、起動させたね。じゃあもう一個、すごいなんか麦畑みたいなのがある。刈り取りはできないのか。あと一個、え、どこだ、え、どっち、あ、あー、そっち側から行くのね。こうか、門がね、どこでも閉まってるんだよね。あった、来た来た、駐屯地を見つけよう。おお、はい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 、お、キャプテン、ここじゃない、この辺じゃないの。おい、ちょっと待って、これはひどい、これひどい、この数ひどい、最後の最後これひでえな、やば、あ、健康付きか。おい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 、ロイヤルガードはちょっとまずいって。やば、ロイヤルガードはね、あんまり戦いたくない。しかも変更付きって、あー、もう勘弁してくれ。ちょっと待って待って、もうもうもう死にたくない、もう死にたくないよ。回復、おー、ちょっと回復した。え、鍵、パワーと毒の雲、毒の雲やめろ。よし、鍵どこだ、ちょっと待って、確実に倒していこう。おい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 、よし、また新しいキャプテンを探そうか。え、なんかこれボスっぽくないか、なんかやばそうな。あ、違う、普通の教習イベントだ。うーん、もう死んじゃダメっていうのがね、怖い。やば、風使いお前、こんやろ、やばい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 、ロイヤルガードやばい。よし、オッケーオッケーオッケー、あっぶね、お前、エンちゃんとすんな、エンちゃんとすんなって。よし、待て待て、終わったか、まだか。え、なになに、旗持って、あ、あー、マイクラにいたいた、あの旗持ってるやつ。初めての敵が出てきた。で、これでだから、お、これは恐怖のバトルスタッフと、こっち側にも、あ、空箱だよ。はいはい、バトルローブがよく出るね。クリアか、よっしゃ、ここ難しかった、ギリギリクリアできました。はい、ということで今日は巨大城壁クリアしました。なかなか難しかった。ちょっとね、レベル14プラス14でいったんであれだったんだけど、なんならプラス10ぐらいでいった方が安全かもしれない。本当に長いし敵も多いので要注意の場所です。はい、ではね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。